皆様ごきげんよう、小島です。2020年のお正月いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、僕が2019年、昨年の年末に台湾の、クリス・チャン先生とですね、2人で講演させていただいた時の、お話をさせていただきたいと思います。まずですね、ドクター・クリス・チャンという先生はどういう先生なのかと。アメリカの矯正歯科学会に毎年行かれている先生はですね、クリス・チャン先生がどんな方かというのは、もう言わなくても分かるほど有名な先生です。アメリカの矯正歯科学会はもうすごい大きい会場で、だいたい1000人ぐらい入るんですね。でその1000人ぐらい入る会場にもう立ち見ができちゃうと。もう座るところがなくて、2019年、去年ですか、去年のアメリカの矯正歯科学会の時はもう一番先頭にもう体育座りしてこうやって買って見てました。もうディズニーランドみたいな感じで、まあ、どんな方かというとですね、もうそんだけこう大きいその会場に人が入りきれないぐらい入っちゃうと。で僕 もう昔から、クリス・チャン先生の大ファンで、毎年、クリスの講演は見に行くと。AAO 自体はですね、同じ時間にブレイクアウトセッションといって、こう同じ時間帯に4つぐらいあるんですね。でそのブレイクアウトセッションの中でもう、あ、このクリスは毎回行こうという感じで見に行ってました。クリス・チャン先生がですね、その僕と、まあ、どんな感じで、お知り合いになったのかというと、まあ、今から2017年なので、19、18、3年前ですね。2017年に僕が、TAO、台湾の台湾アソシエーションオブオルストドンティック、台湾矯正歯科学会に、1日公演してほしいというご依頼をいただきました。で、小島の1日公演が、まあ、台湾でありまして、まあ、その時にはジョニー・リアオ先生が、僕のことをインビテーションしてくれたんですけども、500人ぐらいですかね、500人ぐらいの台湾の先生がお集まりになっていただいて、僕が朝から5時ぐらいまでお話しさせていただく機会をいただきました。でその時に、まあ、先頭にですね、こう見覚えのある方が座ってたんですね。なんか見たことあるな、でもあのクリス・チャンじゃないだろうと、ね、クリス・チャン先生がアライナーに興味なんて持ってないだろうと当時は思ってたんですけど、まあ僕の午前中の講演が終わって、でお昼お食事会にそのジョニー先生と一緒にですね、招待していただいて、でその時にですね、このクリス・チャン先生がその僕に挨拶してくれたんですね。ケンジと、論文読んでるよと。でちょうど2016年に僕たちのチームでですね、僕とダン先生と熊谷先生とシュープ先生で、インビザラインアライナー矯正と、オルソパルス加速矯正治療の最新の、論文を発表して、その翌年だったんですが、論文を読んでるよとね、言っていただいて、それで、あ、僕たちの論文を読んでいただいてありがとうございますなんていう、そこがその僕がですね、直接絡み出したきっかけというか、それまではもうただ僕が、クリス・チャンの一ファンで、講演を見させていただいているという感じだったんですね。でその時にそのクリス・チャン先生が、あ、僕の、アライナー矯正興味あるんですかってお話をしたら、大変興味があると。なのでいろいろ教えてほしい、いろいろこう情報のシェアをしたいですねっていうお話をしていただいたのが今から、19、18、3年前ですね。で、もういろんなところで、まあ、クリス先生は講演されてます。イタリアの矯正歯科学会もそうですし、もうアメリカの矯正歯科学会も、まあ、もう本当にいろんなところで講演されてて、で僕もですね、海外の学会で、クリス先生とお会いするといつもこんにちはみたいな、で返事の講演見たよみたいな、ありがとうございますみたいな、そういうのをこうずっとさせていただいてたんですね。そのクリス先生とですね、その、まあ、今僕こんなことやってますとか、アライナーの治療で今こういうことしてますなんていう、お話をさせていただいてたんですけど、去年2019年の、夏にですね、台湾アライナー矯正歯科学会 TAAO というのが、台北でありまして、でその台北のその講演の時にですね、ぜひお会いしたいということをアメリカの矯正歯科学会がその年の4月にあったのかな、ロサンゼルスであったんですけど、ロサンゼルスの時にクリス・チャン先生がね、ぜひ
今度台湾来る時にうちに来てくんないかと。ありがとうございます、じゃあちょっと行かさせてくださいということで、去年の8月に行かさせていただいて、その後にクリス先生のオフィスを見させていただいて、まあ、お家までご案内していただいて、あ、こんな感じで、普段いろいろ考えてらっしゃるんですねなんてお話をしながら、ちょっと一緒に、やりましょうという話になりまして、昨年の12月29、30にですね、クリス・チャン先生のエデュケーションセンターで、僕たち2人のですね講演をさせていただいたと、そういう運びになりました。まあ、クリス先生はですね、もう皆さんもご存知の通り、もう本当にこうね、毎回セミナーをするともう人が世界中から集まると。で、まあ、今回我々もですねそのお話しさせていただくんですが、まあ、今までそのクリスチャン先生のセミナー、このエデュケーションセンターがあるんですけど、まあ、定員が大体40名ぐらいらしいんですが、まあ、今回はなんか一番多くて80名以上参加していただいたと、まあ、すごくありがたいことなんですけども、もう会場はぎゅうぎゅうで、机がですねこうこんな感じでちょっと先頭の方とかはですねこう増設されてたんですね。まあ、すごくそのありがたいことです。世界中もうロシアとかねアメリカとか、初め台湾の先生だけかと思ってたんで、中国語のその去年中国講演をですね10都市したんで、その時のちょっと中国の、先生向けの、いろんな教材も用意してたんですけど、中国の中国語圏だけではない先生が多いということで、バーレーンからいらっしゃったりロシアからいらっしゃったり、あとはイギリス、アメリカ、マレーシア、フィリピンと、タイもいましたね、サワディカップも出ましたんで、なのでもうすごく中国だけじゃないところからいろいろ集まっていただいて、もう英語でやってくれと、中国語はダメって、そういう感じでした。で、今回ですねその中国の先生向けじゃない、まあ、インターナショナルな形で、講演をさせていただいて、で、まあ、1日目がそれで終わったんですね、僕の講演が終わって。で、その後に、まあ、クリス先生の講演があったんですけど、まあ、2日目がですね、まあ、今はちょっと出てるんですけど、まあ、こんな感じでハンズオンコースというのがありまして、クリスチャン先生からもうぜひそのやってほしいことが2つあると。で、それが、デジタルスマイルデザイン DSD のアプリと、まあ、それをどういうふうに臨床に入れていくのかというのと、あと我々が、まあ、使っているマネジメントソフトウェアのオルソコミュニケーション、オルソコムの話をしてほしいというご依頼をいただきました。で、まあ、今回ですねそのハンズオンというのがメインになるんで、今ちょっと画面にも出てますけど、渡辺先生ですね、あとは、ダン先生、その渡辺先生とダン先生と、まあ、今ダン先生がねオルソコムの、ハンズオンコースされてますね、非常に大好評で、その僕が喋るより全然いいみたいな、外国の方がすごく喜んでいただいて、本当に良かったと思います。で、まあ、僕とそのダン先生と渡辺先生の3人でですね今回その台湾に行かさせていただいて、で、2日目のハンズオンはですね我々がそのデジタルスマイルデザインとオルソコムで、まあ、オルソコムがですねすごく好評で、皆さん本当に真剣に、その普段ですと1日コースなんですけど、まあ、それをコンパクトにまとめて大体2時間ぐらいの、オルソコム2時間でデジタルスマイルデザインのアプリを、まあ、2時間ぐらいと、でその後にそのクリスチャン先生のミニスクリューを使った、タッドとインビザルアライナーのですねそのコラボレーションの話のハンズオンコース、これ今クリスのハンズオンコースやってますけど、これ僕ですね、僕と渡辺先生、大変勉強になりました。で、それを、する2日間が、2019年その僕も、クリスも、一番最後の、締めくくりだったと、まあ、締めくくりにふさわしい、とても面白く、まあ、勉強になる、コースでした。
2020年はですね、またいろいろ新しいそのアライナーのシステムがどんどん出てきて、世界中ではですね、もうそのインビザラインだけではない、もうアライナーといったらインビザラインっていうふうにね、その思う方多いんですけど、まあ、海外ではもうそういう、状態ではないっていうのはもう常識です。インビザラインというのはですね、その世界的にもマーケットも大きいですし、ユーザーも大きい。で、ただ、今はですね、その多くのそのさまざまな会社がですね、新しいアライナーシステムをたくさん出しています。なので、我々はですね、そのまず一つのそのセミナーにね参加して、まあ、一つのそのこの面だけでね、その見ていくというよりかは、もっと多角的にアライナーの矯正治療とは何なのかというのを見ていく必要があるんじゃないかなと。あと多くのそのセミナーだったりとかですね、あとはさまざまなそのシステムから学ぶことは非常に多いと思っております。なので、一番いけないのが、そのインビザラインしか知らない、ね、インビザラインバカってなっちゃいけないと。何が大事なのかというと、アライナーって何なのっていうのをやっぱり知らないといけないと。アライナーの治療において何が必要なのかなっていうのを見極める必要があって、その会社からですね、こういうふうに提供されるものをただそれだけやっていくっていうのではなくて、やはりドクターというのはですね、その一番重要なのは何かというと、会社から提供されるものをね、ただ鵜呑みにするのではなくて、自分で考え、自分でどのようにこのタイミングでこのツールを使いこなしていくのかと。今回そのクリスチャン先生がお話ししたのも、そういう部分なんですけどもね、まずはやっぱり自分らでちゃんとしっかり治療計画を立てて、プランニングをして、審査をして、診断をして、でどのタイミングでどういうそのツールを使うのが良いのかというのを、ドクターがやっぱり考えなきゃいけないと。で、よくないのがですね、そのよくそのインビザラインのその経験の浅井先生がですね、アラインテクノロジーの方に聞いて、これどうすればいいんですかっていうようなことをしているということをよく聞きます、僕もね。それはドクターとしてはちょっと残念な状態だと僕は思ってます。なんでかというと、やはりそのドクターというのはですね、その治療をする上でまずちゃんと自分がしっかりした知識と、あとこの経験があって、それからステップを進めていくと。で、アラインテクノロジーのやっぱスタッフさんというのは、スタッフさんなんて、スタッフさんに聞くというのはですね、ちょっと違うんじゃないかなと。どういうふうに提出するのかとかですね、そういう分はいいかもしれませんけど、臨床に関しての質問というのは、ちょっと違うんじゃないかなと。それは、ドクターが学ぶべきところであって、学ぶものいっぱいありますから、論文もありますし、僕たちが出してる本もありますし、あとセミナーもありますしね。なので、そういうその学ぶ機会を、今年は、僕たちの、デジタルアライナーオルソドンティックのセンターで、いっぱい提供していけたらいいなというふうに考えています。今年のですね、この年末も2019年の12月の29、30という時もですね、世界中からこんだけ先生が集まって、いっぱいこう勉強していると。なので、ベースはドクターがきちっと勉強するのは当たり前のことですからね。しっかり勉強していい治療ができるように、頑張りたいと思っております。今日はですね、2019年の年末に行われた、クリスチャン先生 と、僕と、ダン先生と渡辺先生 の、 このコラボレーションのねお話について、解説させていただきました。今日はこれで終わります。それでは皆様ごきげんよう。